いやどうやってしたら最近使ったかっていう話なんですけど、ね、これは反省した方がいいです。これはどうしよう。やっぱ我々人狼アイスモンとしては反省した方がいいで、ね、うん、もうだって最後じゃなくて勝ち目がないじゃん。いや意味に行こうとなるんですよ。それはまずいから、確かに意味が怪しい動きはあったよ最後のところ。そうそう、いやまあそうそうそう、ね、そう、それはね疑いはした。あ、多分回ってるな。あ、待って待って、お前も入る。マジで負けなんだ。カロリーメイト飲んでない。今日は接触もできる。喉が、喉がちょっと開けたなんで。カロリーメイト開けてない。カロリーメイト持ってくるよ。そのさ、イネイとしては最初さ、どうしようと思ったの。え、最初だから、その最初、その人狼だって分かったの。いや、どうしようと思った。あ、今これ回ってる。なんか別に漢字が出るまではとりあえず待とうとは思ってて、うん、適当に質問してればいいかなって思ったら、うん、あの速さで漢字が出ちゃったから。なんか漢字が出た後はね、正味いけると思うんですよ。なんか、そうだから、大谷さんコーチが黙った瞬間のあれで全員あと30秒考えたら絶対思いつくと思うんですよ。いや、俺もたくさんの虫の漢字を見て感動するシチュエーションね。そう、うん、そこまでいけば絶対わかるから、うん、漢字が出るまでかわせれば勝ちだなと思った。そう、だから俺が引っ込む瞬間っていうのはない。結局そのすごすぎだから、そう、ね、漢字ってことと、もうまあまあいいでしょう、子供もいいでしょう、そしたらもうそっからはもうあとはもう詰め将棋みたいな。そうそう、時間の問題。そう、いやだから結局さ、それで福田さんが止めて、僕らが例えば僕が正解したところしたところで結局一番怪しいのがここに。事故。そうなんで、あれしょうがない。そうなんで、これすごいやつが一人いたら全部。ウミガメのスープ得意なやついたから。ウミガメのスープ得意な、ちゃんとその虫って言われて本物の虫じゃないんだなって一発でできるやついたっていう。早いんだ、早い。その変化が一秒だから。虫苦手な人は。そう、普通絶対虫みたいな。そうなんだね。いや、そうなんだよ。そこまで気づけるんだよ。そうなんだよね。いや、わかるよ。わかるよ。その解放は全部わかる。わかるんだけど。理解者でもたまにあるよね。その。一発でめっちゃ違うとこ行っちゃう、ね、確かに確信しまって、結局それはね消せないからな。しかも今回ささらにウミガメのスープだからさ、うん、まだこう勘のいいやつがさいけちゃうやつ、うん、そうだね。いやでもこれやっぱ簡単だからさ、あんまりが正解なんだろうね。何だ、そうだね。さ、何が正解ってことはあんまりにしてれば、ね、前メインチャンネルやったらインサイダーも結局最後3つ目は河村は何もしなくて、そうだ、何もしなくてアフリアさん結局さ、その、だんまりである人は、その、なんでこんな簡単な問題なのにだんまりなのっていうのはおかしいけど、でも、結局その、でもいっぱい喋った人の方が結局怪しいよ。そう、それが疑ったとしても、結局そういったのよ。不条理なゲームだから、マジで。そう、だから、いや、人狼だとしたらこんなペースでいかないでしょっていうのはあったよ。そうだ、でも、だからそれをちょっと冷静に。それ林輝幸だったら、ああ、確かになった。そうか、そうだ、林さんやっぱすげえなってなったけど、結構人狼さ、やっぱさ、友達とこう手軽にやる人狼とかってその人の結構パーソナリティが反映されちゃうから、だからそれで福田さんはだからそういった意味で今は損したと思って、そうね、だから福田さんがやってるからその逆に損した逆にそういう感じだったらもう何にもない。いやでもいやそれありると思っちゃう。ありると思っちゃう。ありると思っちゃうというかそれしかないんで情報が。いやだしそれ言ったら俺一戦目こうちゃんにしてるのもパーソナリティで決めてる。あ、そうだね。最後先も言ったけど。確かにね。いつもより感じが的に見られるっていう。そうだね。いやー。俺、人狼の動画編集してんだから。確かに。あれシリーズ全部いるよ。確かに。じゃあ全部さ、癖が分かってる。こだまってるもんね。まあ、でもね、普段の人狼よりも、だって普段の人狼さ、その場、その昼の会議の間、何もすることないんだよ、実は。だから要するにその、この時間さ、この人狼はさ、正解しなきゃいけないけどみたいな処理が多い。そうですね。普段の人狼に言うて人狼のやることは多いかと思ったら何もやんないやつがいるから。そうね。優先なんで。まあ、じゃな。まあ、あと2、3回やったら、ですかね、攻略を見えてくるんじゃない。そうだね。結局、だんまり攻略。結局、だからここの、特技とのウミガメのスープ対応力が上がれば、ある程度超えたら、もう、だんまりが好きだから、瞬殺されちゃうからね。だからその、ウミガメ初級者に向いて出すみたいな。まあ、そうだ、ウミガメ分かんない。だから、もっと、むずめの、そうだね。だから、その難易度がめっちゃちょうどいいですよ。あと、解きやすかったもんね、2問目は。ルールいじったらいいかなと。なんか、解けなかったら、引き分けじゃなくて、いいルールにするとか、分かんないけど。うん、まあ、そこは。
こは、あそこむずいね。これはむずいよね。だって解けなかったら、どっちが勝ちにしたら、どっちが勝ちにしたらさ、その人狼、むしろミスリードとかして、なんかその、勝った方が有利にどうしようなんだよね。そうだね。これは難しいんだ。難しいゲームだよ。これだからやっぱね、ウミガメのスープの難易度。難易度が一番。ウミガメゲーム。なんでウミガメゲーム？今後さ、こうウミガメなんだよ。ウミガメゲーってことは昨日。ウミガメ、ウミガメゲーなの当たり前。ポケモンやってポケモンゲーだから当たり前。大丈夫だけど、だからその、仮にだからその、デスボクシングがボクシングで言ってるわけ。ああ、そう。大戦じゃなくてボクシングで勝つみたいな。ああ、そういうことか。そういうことだ。ウミガメ人狼によってウミガメ系なんだから。人狼のテクニックからあっても、難易度、ウミガメの難易度が高ければ人狼難易度低ければ人狼有利。あ、ノルディック、ノルディック複合スキーゲーみたいな。そういう意味で言うと逆ウミガメゲーかも。そのじゃあボクシングがボクシングゲーだったらボクシング強いといいってことでしょ。これ海が強すぎると不利になる。そう考えると逆海が見えない。不動相関のやつもいる。はい、ということでね、なんで逆海が見えた。いやいや、今後あれでしょ、今後カメラ回ってる人狼でだんまりしたやつ死刑にしよう。だって死ぬなら死ぬで。そう死刑にするよ。そうするべきだと。もう負けとかよりも重いよ。さっきからすごい喋って汗かいてる。もしかしてお前喋りたくないと喋るの死んじゃう。だから喋ってると死ぬなら負けてもいいよ。負けと死だいぶ差あるから。負けと死だ。俺が死ぬんですか。俺の人ずっとそれで喋ったもん。世の中で一人だけ死の恐怖に震える。一番回避する。ぜひぜひそういうね、お水検温して人狼に食べてみてください。しない方がいい。しない方がいい。それではさよなら。バイバイ。通知もお見せ。バイバイ。はい。